16大国の一つであるバッジ国バジ国あるいはブリジ国は古代インドの国名。初期仏教の聖典アングッタラニカーヤの中で16大国の一つに数えられる。首都はバイシャーリー。現在のビハール州北部にあたり、南北にはガンジス川北岸から現在のネパールまで広がり、西はガンダック川を挟んでマラ国及びコウサラ国と隣接していた。 また、東は、現在のビハール州と、西ベンガル州の宗教付近を流れるマファーナンダ、川近辺、あるいは、ビハール州を流れるコーシー川までで、アンガ国と接していたと考えられている。バッジ国は、バッジ族、リッチャビ族、ジニャアートリ家族、ビデーハ族など、八つの部族が連合して、形成していたと伝えられている。バッジ国王は、バッジサンガと呼ばれた。 代表議会の議長であったと考えられている。バッジサンガは各地方からの代表者からなり国政を取り仕切っていたものと考えられている。近年このような古代インドの国家をガナサンガ国というようになっている。リッチャビ族はジャイナ教を信奉していたが後に仏教に改めたと仏典は伝えている。実際にブッダはバッジ国の首都バイシャーリーを何度も訪問して 説法していたし、仏教の修行者のための修行道場が設置されていたという記録がある。従って、ベーダの宗教に並び、ジャイナ教や仏教も盛んであったと考えられる。ありがとうございます。